ちょっとさっき1本目はね、核心部入る前に飛ばされて見えなくて、ちょっとね、うねりで飛ばされちゃったんで、もう1本、もう1本リミテッド行ってみようと思います。どうかな、ちょっと見えなかったんだよな。あのビレッジ、旧東山スキー場のゴンドラ乗って、ちょっとね、ご案内したいと思います。二人で、いや、こうがいい、あがいいってね、すごい熱い思いで、これからのあの日本のスキー場のあり方とか、あのスノーボーダーとスキー場、そして行政とか、リスクに向かうとか、そんなのをね、こう、まだ見ぬ世界をこう想像しながらね、あの作ってった記憶しています。リミテッドコース、ノートラック。ちょっとボコボコは残ってたけど、最高です。本当の景色。ましたよ、今日最高ですね、雪最高。どうでしたか、水野さんは。え、よかった、雪よかった、よかった、最高、めっちゃよかった、うん、お、クロスノーボーダー天海陽、はい、広田哲平、お、取られてるわ、おはようございます。 いきなり会いたかったぜ。GoPro ビデオストップ。あ、違った、なってないから、マックスじゃないのマックスだよ。ビデオストップモードなんだっけなんちゃらモード。でもあれいいなと。それからリモコン、前リモコン持ってたんだけど、リモコンでやるとこれしょったままできるから。ああ、まあいいっすね。今日はマックス試しますよ。よし、マックス、マックス、天川伊代プロ、はーい、ヒロト哲平プロ、一緒にゴンドラで、ヒロトか、ヒロト哲平ちょっとあったんで、ちょっと一緒にこう行こうかな、2本目は。プライベートだよ。おぉ、2本目、オーケン、おい、最高だね。何がケン君母さん、あそこセンターをちょっとやってきたのかね。そうでしょう。今回はまたリミテッドワン、これの違ったラインを行きながら、2はね、またちょっとマニアックな、もうマニアックでもないか、ちょっと沢があって、クソガキ沢って言ってたんだけど、そこの沢を通過しながら、ボトムまで行きたいと思います。よし、じゃあ行こうかな。素晴らしかった。あ、こんな日もあった。いや、久しぶりに滑りました。スーパーステーション、旧リミテッドコース 1,2,3、 そしてあのクソガキ沢、最高でした。で、今日ね、朝 1.5 とか、まあ朝1なんですけど、まあ10番に、15番半期ぐらいでした。で、ほとんどみんながね、ここ近年、5、6年前、6、7年なんのかな、
できたあの水野の沢、そっち側のゲートの方に並んでたんで、今日はねリミテッドコース、そのスーパーステーション側の方はほとんど人がいなくて 2,3 本しかトラックなかったですね。でそこのとこをね、今3本かな、あの行きました。もう素晴らしかった。ちょうど晴れ間もさしてきたりとか、こうライディングのタイミングもすごく良かったですね。1本目ちょっと見にくくて、こう起伏が分からなくてちょっと脳づくりそうになっちゃったけれども、まあなんとか OK だったんで、あとはねリミテッド3の横、沢と間のあの森の中のあの尾根、あそこね大好きだったんですよね。ちょっとモコモコしててね、思っていた以上に昨日のトラック、一昨日のトラック若干見えましたけれども、それがまた逆に踏み応えがあって、ああいう荒れたパウダーの森の中とか、あの結構好きだなと思い出しました。今度ね十分あの水野の沢あの良かったと思うし、あのコース上とか東はまだまだあの魅力的なところたくさん雪残ってるなと予想できます。だけどね、今日からの言ってたようにガイド業からのスタート、ちょっとその準備、それと湘南の方もねちょっといろいろ進めなきゃいけないことがあるんで、これからまあ戻って仕事したいと思います。でまた今晩これね冬型が緩んでくるのかな、でしばらくちょっとまあ暖かくなるっていうのは予報もあるけれども、またこう晴れたら晴れたら、そしてその雪がね落ち着いてきたら来たで、またいい場所まだたくさんあります。そんなのをねこう着実にあの楽しんでいます。そんなシーズンもっともっと重ねていきたいと思ってます。それではまたお会いしましょう。じゃあね、今日も YouTube 見てくれてありがとうございます。それではね、毎回言いますけれども、今日も映像楽しかったなっていう人はぜひチャンネル登録、そしてコメントいいねよろしくお願いします。本当にやる気が出ます。でいつも見てくれてありがとう。また見てください。お待ちしてます。じゃあねー。